京都京阪バス。京都京阪バスは、京阪電気鉄道系列のバス会社であり、京阪バスの関連会社である。2002年の発足から2014年3月までの、社名は、京阪宇治バスであった。同じ京阪バス系列の京阪シティバスを、九州合併の上、2014年4月に現社名に、改称した。京阪宇治バス当時の本社は、京都府京田辺市にあったが、 京都京阪バスへの解消と同時に、現在の八幡市に移転した。設立当初の親会社は、京阪宇治交通であったが、同社が2006年4月1日に京阪バスに合併されたため、現在の親会社は京阪バスである。なお、当機場の本店所在地は、旧、京阪宇治交通同様続き郡宇治田原町。詳細な住所も同一であり、実質的な旧、 京阪宇治交通の後継会社であった会社の経営、車掌なども同社の方針をほぼ継承していた。ただし車掌は京阪宇治交通と同デザインであるが白抜き型となっていた。全路線でスルッと関西京阪グループ共通バスカードが使用できる立命館大学線を除く。すでに京阪バスや京阪京都交通に導入されている。 IC 乗車カード、ピタパーイコカについては、2015年3月1日に導入されており、参考リンク1点に、2016年4月1日より、スイカなど交通系、IC カード全国総合利用サービスにも対応した。京阪宇治バス時代の輸送人員は、2005年度と2006年度が430万人、年、2007年度が480万人、年であり、 ついたちあたり一万数千人前後である。発足後初、実質的には、京阪宇治交通時代の1997年以来約12年ぶりとなる、運賃値上げを伴う改定を2009年3月7日に実施。その後2011年3月18日にも二度目の値上げを実施した。その後、消費税増税に伴い一部運賃区間で運賃の 引き上げが行われ現在の一般的な運行系統の初乗り運賃は210円となっている。カッコ内は営業所の略称及び、京阪グループ共通バスカードにおける印字略称。なお、全身会社以来受け負っている、京阪バス、寝屋川営業所と京田辺営業所の運行管理住宅を継続しており、ウェブサイトの求人案内には、京阪バスと表記せずに、 寝屋川営業所、京田鍋営業と記載されている。車両の運転席側倉下の裾部及び、後部入口ガラス窓に、京阪の深夜色号が入っている。すべての塗装車両が対象である。2003年度より導入された低床バスでは、上の画像のように淡いグリーンに3本の緑のラインが入った塗装が施されている。また京阪宇治バス時代には側面に、 京阪宇治バスと書かれていた合併と愛前後して消されている。十二単をモチーフにした塗装で、うららの愛称で親しまれている。この塗装は、旧京阪宇治交通が公募した京都府立都道高等学校三年生の女子生徒、当時が考案したものを採用し、1994年にリムジンバス用車両に制定したものであり、1996年頃より、 貸し切りバス車両にも制定された、ただし小型車は、ベースカラーを、大型車の白色に対して、銀色を使用している。なお、貸し切り車両の一部は、2005年日本国際、博覧会、愛知万博の際に会場当時の間の、路線バスとして運行した事例もある。また、降落シーズンには、京阪バスに貸し出され、京都定期観光バスの続行便として使用される。 場合もある旧、京阪宇治交通時代末期の1990年代、中期よりバスツアーを積極的に開催し、旧、京阪宇治港サービス時代より、旅裏ら,らというツアー名で、主に宇治市より、おおむね2 0 0トル以内の場所を中心に、催している。時折、東京ディズニーリゾートや鉄道博物館への遠距離、中には、 宿泊を伴うものもあるツアーも開催される。なお過去には、宇治より山形県、合山や群馬県、オゼまでのハイキングツアーや、長崎県のハウステンボスへのツアーも開催されていた、オゼは複数回実施している。2008年にはスルッと関西バス祭りへのツアーも実施した。ハイキングツアーは一部ツアーを除き、U ハイキングと称し、このツアーは、旧、 京阪宇治港サービス及び旧京阪宇治交通の三学部が共同で企画していた。分社化前は旧京阪宇治交通だけ部の単独企画。旧京阪宇治交通時代の1998年より旧京阪宇治高サービス時代の2002年までは頻繁に行っていたが、翌2003年に実施する分社化準備の関係や貸切車両の減少。 当時の親会社であった京阪宇治交通と同社との事情もあり中止された。ただし、ユーハイキングと称さないハイキングツアーは現在でもごく稀に開催されていることもある。ユーハイキングは旧京阪宇治港サービス時代に終了したが、本校では京阪宇治バス基地内に包括して記述する。また一部公式配布物においてユー,ユーハイキングとの誤字もある。 その他の定番コースには、最後く33箇所を巡りなどがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。